若い芽が出て、若い葉っぱが空に向かってどんどん伸びて、若いって素晴らしいな。安井和美作詞、宮川博史作曲で、いろんな人が歌ってるこの若いって素晴らしいって、本当に若いって素晴らしいよね。先月70歳になりました。でもね、70なんていうのはまだまだ若いよ稲井くんなんて言われてね、確かにそうですね。人生100歳の時代が来て、本当にね、若さというかそういう風なのが、私の母もね、80代後半で、ウイルスによる胃腸炎かなで入院をして、99歳で肺炎で入院して、17日入院して、それから102歳と9ヶ月でまた肺炎で入院して、10日間入院してて、残念ながらあの世に行ってしまいましたけどね。102歳と9ヶ月ですからね、まあ本当に100歳時代というかね。で、2017年の日本の平均寿命、男性が81歳、女性が87歳。これが平均寿命だから。そうすると、まあ、100歳の時代が来るというか、来たというか。で、今、10代の、まあ、子供たちの 50%、半分が100歳まで生きるんじゃないかっていうふうに
まあそういう時代が来るって厚生労働省が言ってんのかな。100歳だからね、70歳になったからだって、あと30年をどうやって生きていくか。まあこの間びっくりした、この間びっくりしたって、人生100年の時代だっていうのかね。保険びっくりしたよ。今まで私は保険の認識っていうのは、例えば1万円のね掛け金を払ったとして、これ数千円がまあ保険の保証の方の費用になる。そして保険会社の人件費、ビル代、コマーシャル代、そしてちょっとだけ戻ってくる貯蓄部分、こんな風に理解してたのね。で掛け金が安くて保証の中身はいいんだっていうのには、まず戻ってくるやつをやめる、だから掛け捨てにした方がいいというふうに教わってきた。で宣伝なんかしないとかいいよ、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、その他にコマーシャルしないこと、それからビルはレンタルで持ってない方がいいよ。で今コンピューターの時代だからね、人はなるべく少なくして人件費かけない方がいいよ。でこういう保険がいいと思ってそういう保険に切り替えてきてたんだよね。そしたらね、この間びっくりしたね、こういう常識は通用しない保険が出たって。え？何？これね、掛け金70歳で入って月に1万円払うでしょ。そして85歳まで病気も怪我もしないとすると15年かける12ヶ月で180万円のお金を払うことになる。ところが病気も怪我もしない、だから入院費用も手術代ももらわないとね、85歳の時にね180万円返ってくるんだって。全部返るんだよ。そんなバーカなってね。で病気になったらどうするのかっつうと、病気になったらね、まあ払うお金がね、まあ、180万円、まあ85歳まで払うとして、そのうち手術入院でトータル40万円保険会社からもらうと、40万差し引いて残りの140万が85歳の時に返ってくる。だけどいっぱいね、入院とか手術でお金がうーんとかかったらどうすんだっつうと、例えばね、掛け金がこれだけ払ったとして、これだけの入院と手術で180万円を超えちゃったって、こう払った金よりね、もらった金が多かったらどうなんだって。それは保険だから大丈夫よって。250万かかろうが300万かかろうよ、それは全部保険で保証してくれる。あ、そうなの。じゃあ途中でやめちゃったらどうすんだい。途中でやめたらば、それまでに払ったお金のね、まあいつ辞めるかによって違うけど、 20% から50数パーセントが戻ってくる。じゃあその85になる前に死んじゃったらどうするの。と今言った戻ってくる金にプラスアルファを乗せて死んだ時には帰ってくんだって。で保証はって言うとね、85歳で全額積んだ金の分を返してもらっても、そっから先毎月1万だら1万の掛け金払っていけば、100歳を超えても死ぬまで保証が続くって。こんな話ね。会社はどこで利益出すんだ。
でも考えてみるといいのかもしれないってんで、私も女房も70歳になったからで女房に申し込んでみたろって言ったら、ああ入ったんだろうね。私もね申し込むかなと思ってるんだけど、そしたらねその話を聞いてた孫がね、僕はどうなんだって言うんだよ。だって11歳だからね、11歳だから入れないわ。20歳から70までの人が入れる保険。保証は100を超えても、まあ死ぬまでね、保証はつくんだけども、申し込みは20歳から70だから、まあ20歳になって申し込んだらって。じゃあ、例えば20歳になってね、男の子だけど、掛け金、6000以下だけど、20歳から60までの40年間、60まで病気しないっていう人はいるよね。私もそうだったけど、20歳で保険に入ってね、60歳までは一切保険金をもらうような病気とか怪我しなかったもんね。そうすると60歳の時になんと260万円が返ってくるんだって。260万円だよ。いいんじゃない。まあ20歳、まあ若いからね、うん、若いって素晴らしい、若いって素晴らしい、若いって素晴らしい。